はい、すいすませんでした、えーと。では、京都大学図書館のオープン戦略、尊重度資料からオープンアクセス方針までと題したプレゼンをさせていただきます、えーと。この中で京都大学に来られたことがある方、ちょっと手を挙げていただけますでしょうか、もう半分以上ですね。ででははもううありがとうございますでは。こんなチーズ。 と説明いらないかもしれないんですけれども、えー、と日本の中での京都の位置とあと京都大学は京都市内に3つの主要なキャンパスを持っています京都大学はよく日本の中で2番目の大学と言われますと言いますのは国立大学の中で2番目にできた大学というのもありますし最近では大学ランキングで 番目国内では2番目の位置を保っているところから日本で2番目の大学と言われることが多いですその京都大学なんですけれどもその図書館について少しご説明させていただきます一つの大きな大学大きな図書館があるわけではなく学内に50以上の図書館図書室があります 680万,万冊の蔵書を持っておりまして最近では「基幹リポジトリ」その愛称をくれないというんですけれどもそちらに13万件の論文を収録しています。ライデンとの関係で言いますとシーボルトが編集に携わりました日本植物史や日本動物史を学内の図書室で所蔵しております。 こちらもこまでがイントロダクションでこれ,これからいよいよ京都大学のオープン戦略についてお話しさせていただきます先ほどの峰先生のお話でもありましたように えと京都大学はこの4月に大学としてオープンアクセスポリシーをさ、えー、と採択いたしました突然いきなりそのオープンアクセスポリシーができたわけではなくてそれに至るまでは3つの段階に分けて考えられると思いますその3つの段階を順々にご説明させていただきますまず1つ目がレアマテリアルズ貴重資料画像についてです 大学京都大学図書館長を務められその後大学の総長にその後は国立国会図書館の館長になれた長尾先生によります「電子図書館」という本が著書があるんですけれどもその考えに基づいてその頃1994年に吉田松陰とその同志という展示を行ったんですけれどもそこに 展示しました資料を電子化してウェブで公開いたしましたそれを契機としましてその頃はまだ京都大学の図書館はウェブサイトを持っていなかったんですけれども96年にはウェブサイトができデジタルライブラリーシステムが98年にできましたこちらが あのその中でも展示していた資料の中でも有名な吉田松陰の肖像画と、えっと、左の方がその,その当時の目図録になっています。こちらをウェブでも今でも公開していてウェブでも見ることができます。 この展示は尊上堂資料館の資料がほとんどだったんですけれどもそのコンテンツは今もメインコンテンツの一つでありましてその94年から当時からはだいぶウェブサイトは変わっているんですけれどもこちらが今の貴重資料画像のトップの画面になりますその真ん中に尊上堂資料の資料今回ご説明しました資料も上がっておりますそれだけではなくこちらには あの習い本でしたり人文学系の古典籍を研究されている方には有用な資料もございますのでこのページの,あの一度ご覧になられて一度ご覧になられてみてくださいもしそれでご自身のご論文に使われたいとかいうことがありましたらこのページの下に二次利用についてというところがありますのでまたそちらもご覧くださいでこの段階では まだ,まだと言いますか、えー、と外に出しているものといたしましたは貴資料画像のみでしたと次の段階が、えー、と先ほどお話、えー、と峰先生にもお話がありました基幹リポジトリのお話になります1991年に物理高エネルギー物理学分野のプレプリントサーバーの、えー、と公開を、えー、契機といたしまして 機関リポジトリというのが全世界に広まっていくんですけれども日本で本格的に始まりましたのは2006年とか7年ぐらいですので京都大学の基幹リポジトリが始まりましたのは、まあ、その中でも早い方の早い段階の時かと思います。基幹リポジトリの愛称をくれないと言いましてこういったロゴになっています。 その期間リポジトリの特徴なんですけれどもここでは2つ挙げさせていただきたいと思います。1つは ebook です。期間リポジトリに今何タイトルか ebook が本が入っているんですけれども今ではそんなに珍しくないんですけれども実はこれは2008年から始まっております。これは京都大学出版会と連携いたしまして。 電子化して入っている収録しています先ほどお話にもありましたように器用や学内成果物が最初の収録しているコンテンツとして多かったんですけれども最初から本を収録しているというところは結構珍しいんじゃないかと思いますまた iPS 細胞で有名な山中先生がノーベル賞を受賞した 際にその関連論文をこのの機関リリポジトリの中に収録したこことですえとこちらが機関その山中先生がノーベル賞を受賞し受賞し機関リポジトリに収録しましたという時の図書館のニュースなんですけれどもこれが2012年の10月に受賞されてその同じ月に収録しております。 そうしますと、まあ、少しちょっと細かいグラフなんですけれどもこの水色の件数のところがすごく10月伸びているのがわかるかと思います。えっと普通あの機関リポジトリのアクセス見ていますと1月が論文の提出時とかテスト時期の重なる1月が1月に山が来るのが通常なんですけれども今年は10月に山が来ておりまして社会的に。 にも注目,さ注目されていたんだなということとがかかるかと思います、えっと、こういったコンテンツ収集努力を続けた結果日本のリポジトリの中では日本のリポジトリのコンテンツ数の中では京都大学のリポジトリのコンテンツ数は9%を占めることに、えっと、これは2015年現在になっています。 そして世界のリポジトリランキングの中では76位でこれは日本の中では一番です。今のでこの論文を集めるどういうふうに集めているのかという方法なんですけれども先ほどの峰先生にもお話ししました。 峰先生のお話もありましたように起用でしたり学内成果物を、えー、とまずは収録しています。起用は学内のものもで200タイトル大体に収録していますそ,のそれに加えましてデータベースをこれはスコーパスなのデータベースを調査いたしまして。 そこに京都大学の先生の論文がありましたら先生に直接メールをして論文を機関リポジトに載せませんかといういわゆるメール攻撃をしていますまあひたひたではなくガンガンアプローチだと私は思っていますであの大学全体の方針もありましてまず工学研究科で 博士論文の電と博士論文をリポジトリに収録することを工学研究科のえっと中で決められました。これが2007年です。その後2013年にはえっと先ほどお話もありましたが文科省の方で博士論文を基本的には電子化して公開するということが決められました。こういったこともありまして。 京都大学の期間リポジトリはそのコンテンツ数を伸ばしてきたのではないかと考えられますそして最後にここからは3段階目のオープンアクセスポリシーについてご説明させていただきますオープンアクセス自体については先ほどのお話にもありましたので少し省略させていただきますが 大学とししして4月28日に採択いたしましたまポリシー自体はウェブでも日本語、英語で上がっておりますのでまたよろしければご覧ください。そしてそのオープンアクセスポリシーを採択いたしましたということはいろいろなメディアで取り上げられまして新聞,では新聞ではこういったふうに取り上げられています。日経新聞 朝日新聞等々です京都大学のオープンアクセスには、えー、と3つの特徴があると思います。一つは、えー、機関リポジトリにその論文を収録すること。これは先生ご自身のウェブサイトということではなく京都大学の機関リポジトリに収録しなさいということ。 2つ目は、調査の最終版を収録するということ。そして3つ目は、基本的には適用例外を設けないといとうことですこの適用例外を設けないというのは、えー、と例えばあの財源を限る、可見費などの財源を限るといったことは,は定めなかったり、あとは医学系論文。 でエンバーゴを設けるということを認めない基本的には明記しないということでしたり工学研究科などは知的財産特許のことを明記しないということです方針は大学としては採択いたしました実施はこの来年の1月からとなっています これであの,他の大学も国内では日本国内では続くということなんですけれどもあのよく京都大学はいいよねオープンアクセスポリシーができたからもう何もしなくても先生がどんどん論文を送ってきてくれるんでしょうって言われるんですけれども決して全くそういうことはありません。と学内の先生に、えっと、こういうオープンアクセスポリシーができたんですようちの大学ではできたんですよ。だから 論文をくださいね収録してくださいねという先生への働きかけは今まで通りに必要ですつまりこういったことを考えるとオープンアクセスポリシーは魔法のものやキラーツールではなくってスローガンと言えると思いますただ単なるスローガンではなくって先生に論文をくださいという時に旗印に言える根拠になりますので 大きなスローガンだと考えておりますここからは少し今後の話ですけれどもオープンアクセスそしてオープンデータオープンサイエンスが進んでいくと,しますと進んでいきますと研究者にとっては、えー、とたくさんのデータや論文が ウェブ上にさらに広がることになりましてそのデータ同士をつなげて新しい発見をすることができますし研究の加速が考えられると思います一方図書館はそのデータを確保しデータをつなげて連携させてそれを発信するというのがもう重要な仕事になってきますそして大学は公的疾 公的財源を使って公的資金を使って研究をしているそれを世間に報告するという意味で説明責任を果たしていることになるかと思いますしデータを公開することにによって不正防止につながりますまた社会ではその研究を利用してらなる研究,を研究やその利用が生まれるかと思われます。 そしてすごくひきんな例なんですけれども例えば京都大学の中では何ができるかと言いますとあの京都大学の中ライブラリー以外にも博物館や文書館があります。それぞれぞ組織が違いまして、 えとウェブサイトが一緒になっているわけでもなくバラバラに資料を持っていてバラバラに公開、えー、とメタデータを公開したりフルテキストまであるものもありますし、まあ、メタタデーささえなさえなないいももものの目録あります中には人文学系に言うようなものもあるんですけれどもこれをまずはつなげてオープン化して外から見える状態にしていくことっていうのも京都大学の中での一つのオープンだと思っております。 でえっと、そのオープンを考えるために、えっと、私の方からお願いですこの EAJRS の期間中に日本資料へのアクセスに関するアンケート調査を行いたいと思っております、えっと、紙でもウェブでも回答することが可能ですまたあの休憩時間の間に紙でも配らせていただきます説明に上がりますので是非ご協力をお願いいたします のご協力いただけた方には、ささやかなプレゼントもございますので、ぜひ、ぜひお願いいたします。本日はご清聴ありがとうございました。さっき、how you are corporation。どうもありがとうございました。Uh, so now the time for questions or comments、uh,。日本語でも英語でも構いませんので。 ご質問、疑問など、ありませんでしょうか。ちょっとあの、ストックホルム大学のクラマスと申します。今、矢部さんに、ええ、あの、囁いただけなんですけど。<laughs> あの、質問するように言われましたけど。あのですね。 あのオープンアクセスはスウェーデンではすべての大学の職員、えー、研究者はあのそういう、えー、義務なんですよねオープンアクセスに。えっと、義務なんですけど、義務じゃないんですか、さっきのオープンアクセス、えー、のさっきポリシーができたから京都大学はいいわねなんて言って、でもそんな簡単じゃなくてどうおっしゃったでしょ。 義務京都大学のオープンアクセスポリシーは義務ですそれぞれいろんなところにオープンアクセスポリシーが他の大学ではで義務なら別にあなたがその図書館の方が先生あの論文出してくださいねってお願いに上がらなくても先生はもう出さなくちゃいけないじゃないですかた <laughs> <まあ S 2> ただだそそそれがちょっとうででですすねねのの通り行けばいいけ、ね、<laughs> <laughs> 学内の中でも これができたということもご存知ない先生もいらっしゃいますので、まあ、引き続き努力は必要かなと思っています。京都大学だけなんですね。京都大学だけなんですか。そうです。この日本全国ではなくてね。このポリシーは京都大学だけです。あわかりました。他にあのご自分 あの京都大学の機関リポジトリくれないでは PKP の, P P の,あのオープンジャーナルシステムを使って応用哲学会のジャーナルをあのピ,アピアレビューのシステムを提供しますよねあれはその研究者としてはすごくこう将来性を感じるというかあの要は査読付き雑誌を京大のリポジトリでしあの査読システムごと提供してもらえるっていう形になっているのであれを広めてもらえるとありがたいなと思っているんですがそこら辺って今後の。 計画みたいなのってどうなってるんでしょうかあ,のあまり公には言えないんですけども基幹リポジトリシステムもあのボロボロなんですね <laughs> であの今回の1月からスライドにありました1月から、えっと、新たに運用を開始するというシステムはあの別立てで今の基幹リポジトリのシステムとは少し別立てで作る予定です まあですが、そう言ってくださる方もいらっしゃいますし、今後は広めてあの引き続きそういった形で続けて継続して使っていただけるよう、またそれを広めていけるように努力します。ありがとうございます。えー、他に、えーはい、琉球大学の富田と申します。あのまあ個人的には。 中,流交流史中国と琉球の関係史の方も研究しておりまして京都大学の紅れなの方で京東洋史研究というあのこの中国史をやる人だったら必ず誰もが見るという作読付きの,あの雑誌学会誌があるんですけどこれが公開された時は沖縄でも一人でやったと思って使っているものなんですがこのかなり古い時代まで。 あの掲載されているんですが、やっぱちょっと流大、まあ、あのこ,ちらこれから流大もあいろんなものをリポジトリに上げていくと思うんですけどもあの古いもので著作権切れてるか切れてないかちょっとよくわからないものであるとかもっと古いものとかこれをこうオープンアクセス化する時にどんなこう議論があってそれをどうクリアされてきたのかということを教えていただけますとありがたいのですが。えっと、あの詳しいことはは、えっと、直接の担当者では その電子化した時の直接の当社ではないので分からないんですけれどもあの、まあ、古いものでもその出版会でしたり学会に問い合わせて電子化できるようにその、えー、としておりますしまたこれからなんですけれどもその外から見ちょっとわ著作権の二次利用の仕方が分かりにくいというものもあ,るかありますので CC バイオ これから表示して、そういったものがわかるようにしていきたいと、今学内で検討しているところです。ご自分の組織の現状ですとか、比較するようなこととかありませんか。は、え、い、ー。 国立情報研究所の上村です。一番最後のアンケートはどっかで公表されますでしょうか。はい。国内でそういう話をしろっていう話しますけど。いたしますどこに、どこに出ますか。えっと、今のところは。まだ、わ、あの、わからないんですけど、逆にどういったところがいいと思われますでしょうか。困ったな。<laughs> サインに入る雑誌にのどっかに載っけてくれると嬉しいですね <laughs>、はい、そうすると多分全世界の人が見られるでしょう大学図書館研究じゃちょっと範囲が狭いかなっていう気はします、はい、あのウェブで見られるところには必ず公開いたしますの方が多分ここで発表しちゃったからにはいいんじゃないかと思います <laughs> はいそれは皆さんのご協力次第かと思いますお願いいたします,すありがとうございました かりますか、えっと、オープンアクセスの問題は、えー、図書館員もいろいろ、えーたいえー、っとおっしゃったように義務化として方針が出されても自動的にそれが適用されるわけでもなく、えー、例えば北欧の場合はほとんどの大学が国でやってその税金で先生方は研究をされているので、えー、そういうふうになってますけれども結局 新しく PhD に入った人は例えばオスロの場合は2012年以降に PhD を始めた人はそれからもうオブリガットリー義務で全部研究を研究したものをオープンアクセス機関リポジトリに入れなくてはいけないと契約にサインをしてその PhD は高校の場合はお給料が出ますからサインをしてそういう条件で研究を始めるんですけどそれまですでにもう研究職についている方に対してはやっぱ強制する。 力はなくて先ほどの、えっと、峰先生のお話にもありましたけどやっぱり研究者の方はすでにエスタブリッシュされている、えー、名のある雑誌に出すその方がやっぱりステータスがあるしキャリアにもなるのでそこを考えてらっしゃる、えー、その差ですよねオープンアクセスのクオリティ、えー、雑誌のクオリティを上げるという必要もここら辺にあるんだと思いますけれども、えー、またこの残りの会議中の中でそういう話題も出るかと思います。 ではありがとうございましたありがとうございました